現代人の必需品となったスマホやパソコンそれは子どもたちも例外ではなく2020年からは全国の小中学校で一人一台のタブレットの導入が進められ99.9%の自治体で整備が完了。ここ数年でデジジタル機器やテクノロジーによる ICT 教育が広がってきました教教育育も進んでるな時代はデジタル教育かそんな中先日埼玉新聞のある記事が話題を集めることに <noise> ICT を使うほど学力が下がった。12日 教育での新聞活動を推進する埼玉県 NIE 推進協議会の総会でこんな指摘が飛びました国の学力テストの結果を分析したところなんとデジタル機器を使えば使うほど学力が下がることが分かったというのですさらに子どもたちはスマホで動画付けになり 脳の機能が低下しているとの医学データも提示新聞など多様な文章に触れる必要性を強調しました実際教育でのデジタル化が進んだスウェーデンでは2016年から2021年の間に児童の読解力が低下したことが判明。去年8月から印刷された本の利用や 手書きの練習に重点が置かれ、デジタルからアナログへ回帰し始めているようなんですつまり結局紙とペンが最強ってことということで ICT 教育は学力低下を招くのかデジタルかアナログか考えます。 さあ正いかかがでしょう,かそうです、まあ、僕が子どもの時はもう完全にアナログだったんですけどでも時代も変わっていく中でやっぱりいいとこどりでいいんじゃないかなっていうのは一つ思ってるんですけど、はい、あと学力の低下に関しても学力テストがどの程度アップデートされてるのかなっていうのも気になってて例えば勉強はできなくなってもショートカット機中学生で全部使いこなせるとかも素晴らしい能力じゃないですか、はい、だからそういったところいいバランスってないのかなっていう、うん、そういう話を今日聞けたらなと思っていまますかりましたありがとうございます。はい ではゲストをご紹介します。デジタル機器が子どもの学力を低下させていることから新聞などの多様な文章に触れる必要性を訴える日本新聞協会 NIE コーディネーターの関口修二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてもう一方、デジタルは教育的ツールとして多様な可能性を持っていると主張する高校教師の西村翔さんです。どうぞよろしくお願いいたします。 よろししくお願いします教育での新聞活用を進める団体の定期総会で関口さんのデジタル機器は使える必要はあるが使えば使うほど学力が下がることが分かったとの指摘がこう話題となったんですけど、関口さん、改めてどういったことだったのかご説明いいただけまますかはいえーまあ文,文部科学省の学習、はい、全国学力学習状況調査というのがあるんですがそこには子どもの意識調査と、まあ、学力というよりは、まあ、平均正答率 正答率と意識調査でどれだけ学習で ICT 機器を使っているかという質問紙があるんですそのクロス集計をしましたら使えば使うほど学力が下が,って下がるではなくて下がっていたという結果が分かったというのが、うんえー、私の実際に伝えたいことです、ね、あの実際に西村さんはそのタブレットを使った教育をされているということですけれどもこの意見はいかがでしょうか。そですねその まあ確かにその長時間使用している子どもの政党率が低いというのはまあデータとして出てるんですけれども、そもそも長時間を使用しないといけない、長時間勉強していないと、政党まで持っていけないような政党が多いのも事実かな、結局そこに因果関係があるかどうかを証明できてないんですよね。相関性しかないので 何をそこから得るかと言われるとちょっとそのデータだけではなんか断定的なことを言うのは難しいんじゃないかなと個人的には思いますけど単なる個人の体感なんですけど、はいまあ、自分も佐々木さんと同じく、うん、まあ基本的にも情報摂取が SNS とか、はい、あのショート動画とかなんか完全にあのスナック的なものに寄っているんですけどうん、うん、アホになったなっていうのはすごく <laughs> <ー>体感としてアホになったなって、うん、今大学院生を社会人でやってるんですけど、はいうん、学部生の頃ってっ10年前なんですけど。うん まあ、あんまりまりだ SNS のコンテンツがたくさんなくってでその当時やっぱちゃんとレポートとかあとは学術書とか結構長いの読めてたんですけど、うん、もうダメ,ダメです <laughs> ちょっと長い長い学術書とかちょ,ちょっとなかなか読めなくなってきてえど例えばノートを取る時とかもパソコンにある時要点をまとめて入れていくのと、うん、ノートにこう書いていくので入っていく量が変わってくるってことですかええっとですね例えば、えー、東大の 脳科学者の堺邦義さんという方が、はい、あの報告をされてるんですが紙の同じ文字を紙,紙で見たのと、えー、ディスプレイの上で見たのでは、うん、定着率が違うということででその堺さんのおっしゃるには紙の手触りですとかインクの匂いですとか、うんうん、それこそ落書きも含めて無駄も含めて理解するので、えー、<ー>脳の定着率が高いんだと。うん、それは実際の学生を使って データとしては出てることですけどねど西村さんどうですか現場レベルで少し例えばこう長い話を聞けなくなっている生徒が多くなったり集中力欠けていたり記憶力なくなっていたりっていう凝っていたりするんですかねそのあたりは結局完全に個人差じゃないですかねその全体的な傾向としてこうだって断定的なことが言えることはないと思うんですよねその その例えば、の紙の方が覚えやすいとかあっていうデータに関しても、そもそもそ、紙で覚えてきた、紙を触って、生まれながらずっと紙を触ってきて育った世代でテストしてるならば、それは慣れているから、そっちの方が適性が高いっていう可能性もあります,す、ねうんうん、例えばね、検索エンジンって出てきて、はい、そんなのすぐ何でも答えられておかしいっていうふうにみんな言ったじゃない。うんうん、でも ポーランドの仕事から見ると今まで例えば何かの情報の下調べするのに図書館に行ったりとかね人報場の書店街とかいろいろ調べなきゃねすごいリサーチに時間かかってたのが今それが検索で一瞬で分かるようになったからそうするとねそのらに先の方まで深掘りすることができるようになってそうするとそっちの方が知的な営みとしては強いんですよ。 さらにその先に行く人でやっぱり差が出るっていうのが今の時代の特徴なんだと思いますよ、ね。でそれをこう俯瞰的に分かっている人が、じゃあどれぐらいいるのかっていうと、現場レベル少ないんじゃないか。例えば、やっぱりそのさっきのスウェーデンの話ありましたけど、あれは中道派政権の教育大臣がやった政策なんですね。だからものすごく政治的なイデオロギーが入ってますよ。でやっぱり同時にやっぱり過去のそのいわゆるアナログの体験があって、自分の今があるんだということをアイデンティティ,ティの言っている人たちっていうのは、やっぱりそっちの方がいいと思うわけですよ。これ自民党のなんか部会とかで、話せって言われていくと。 スマホで僕はチャット相談やってるんですね、うん、スマホでやるなんて大丈夫なんですかもう学力に影響ないんですか、うん、っていうような答えやっまたに聞かれますよ、うん、だから自分の成功体験を、うん、やっぱり自分のその成功体験に行きが出ずに、うん、政策的に議論をしてしまう、ねうん、これは僕はすごい危険だなと思って思す、ねすね、日本でもですね学習指導要領では、ね、新聞の、うん 活用をまあ訴えているというところで、はい、まあ関口さん、実際 NIE 教育、はい、まあ実際、新聞を用いた教育というところですけれども、はい、どういったもの,なのかというのを教えていただけますかまあ新聞を教材の資料として使うということで別にそれは紙だけではなくてデジタルの新聞もあるんですけど、はい、やはりあの情報要するに信頼できる情報取材に基づいた情報を使ってまあ読み解くことが非常に学習,学習に効果があると。 いうことをまあ、私なんかは伝えているところなんですけど、あの何て言うんですかね、もう今はどんどんいろんな情報があります。あの真偽不明なような情報がある中で、えー、やはりそこの中でこう信頼できる情報に接してるっていうことがある意味ではファクトチェックができる体質が身につくんじゃないかなと思ってますね。うん、信頼できますか新聞？信頼できるとおっしゃですか？うん、新聞じゃないといけないですか？例えば何かこうね。 何、うん、かの文章であってもいいのかなと思ったんですけど、それは確かにそうです。あのただ新聞っていうのは文章があって写真があってデータがあって、それを総合的に読み解くっていうのは学習の上ですごく役に立つんですね。うん、で今すごくそのいろんな資料を総合的に読み解く力が子どもたちに求められてると思うんですよ。うんうん うん、ですからそれの力をまあ少しずつ読み続けることによって精度を上げていくってことができるので、うん、これおそらくやってたんですね実際。そうん、それ毎、はい、う,うちの学校は毎朝 NIE って言ってまあ新聞揃えて自分で持ってくるわけですよ。うん、自分の家から家からまあ家取ってない人多いからね。はいはい、まあ。 何十円とかでででコンビニ買ったり毎日す僕は高校の時は産経新聞だけ当時はアプリで誰でも無料で見られてたんですよだから周りみんなネトューみたいになっちゃったわけです産経新聞だけ無料だっどでもね新聞社の戦略としては正しい今やめちゃったら残念だけど要はみんな何かしらの手段を用いて新聞を毎日取りますと発表するんです必ず毎日みんなの前で。 だから新聞を読んで一つの記事を選んでそれに対して自分の問いを立てなさいとただ僕ぜひ関先生にお伺いしたいのはこれねすごいはから見てて先生のバランス感覚ファシリテーション能力りものすごい必要ですよねやっぱりそ先生はそれぞれ思想があるしそれを押し付けようとしないと。 ただ、その中でもやっぱり学習効果を高めていくためになるべく問いを立てていくうん、うん、なんかこの先生たちの負担が僕は NY は圧倒的に大きすぎてあんまり広がなないんんだろうなと思ってたんですよ、ね、そうそう広がりがないのはやはり一つの課題ではあただ先生たちの負担があるかというとむしろ子どもたちに問いを作らせて子どもたちの問いをすごく大切にしていくこと,っていうことがすごく大切なので。 まあ大きなハードルにはなってないのかなと思います。まあ産経新聞と東京新聞両方見せて、いや、本当の事実とは何かってことをきちんと学べる。材料とした方がいいんじゃないかな。一つの新聞だけ読んでこの新聞に書いてあることは事実で正しいって信じ込ませることは、まあある種の宗教でしかないので、まあやらない方がいいかなって。もう新聞に書いてあることは大して信頼に足るにものではないってことは。 この20年ですっかり明らかになってしまったのでだんだんそう,うふうに言われるようになっちゃいましたねもうだってだそうじゃないケースが、はい、山ほどあるでしょそれ本当に今でも新聞にとることすべて正しいと思ってらっしゃるんですかあのですね、新聞の記事って基本的に事実をもとに取材をもとにして作ってる あのね僕は元新聞記者なんです毎日新聞まあそうだかもしれない <laughs> じゃあそんなにだったんですか <laughs> ない実は全部知ってます <laughs> あの事実をもとにちゃんと作ってるっていうのはただの幻想にすぎないですね、うん、その切り取り方新聞協会の人なんで何を言ったって新聞の、うん 間違いを認めることはないと思いますから、これ以上議論する気はありませんけれど。そんなこと言ってもね、誰も,もう今 S. N. S. でどうしてくれませんよ。<laughs> そうですね。確かに S. N. S. ではそうなってます。で私がただ伝えたいのは、たその S. N. S. の声をどういうの思っていらっしゃいます。バカだと思っての。るええ、そうではなくて、私が伝えたいのは。事実を基づいて、取材したっていうのがおかしいっておっしゃってるんですけど。一応記者が取、取材した事実を基づいた記事が載っている。その、それに基づいた主張はそれぞれ違いますよね。 いろんな新聞社でち違うう主張を言うことが、ね、取材をするって行為は、うん、ある一つの事象から、うん、この場面だけは切り取る作業なんですよ基本的には。はい、でその切り取った作業をもってして全てを語ろうというのが新聞のやり方なんだけど、うん、必ずしもその切り取った部位というのが全体を表しているとは限らないんですよ、ね。そそで,、はい、でそこで必ずねそのファクトかどうかって問題が取材した瞬間に生じてしまうんですよ。ですね、か確かにこの面だけ見ればそれは事実なんだけど、うん、それは果たして全体像を。 ちゃんと表しいやだからそれこそイデオロギー各新聞社なんてこ当然あるじゃないですか、うん、だからそれ両方を見て、うん、真実とは何かというのを果たして子どものうちから、うん、できるのだろうかっていうね、うん、だから朝日新聞とね東京新聞産経新聞読売新聞いろんな新聞があって切り取る場所が全然違ってたする、うんはい、その切り取る場所が違ってるんだってことを認識した上で。 なんでこんな違う論調の記事が起きるのってことを学ぶってことは僕はとても大事ですうん、うん、それは読み比べっていうのでやってるんです今かなり進めてりますけどその前提としてね、うん、記者が事実を取材してきたものだからこれは正しいんだと教えるのは僕はすごい危険すぎるしうん、うん、それは新聞全体主義なんでやめた方がいいと思いますよ正直なところわ、まあ、かりましたまあ新聞社の方がおっしゃるんだから間違いないでしょう、うん、ただ私が言いたいのは新聞社によって論調が違うっていうのこそ民主主義だと思ってるうん 一つの論調で全てあの固まっちゃう、それしか認められないような社会だったら民主主義ではないと思う。それを学校の先生が行けんのかなっていうのを思うけど。まずその新聞じゃないといけないところがまわからないんですよね。<あ>そこにその何を見出したいのかなっていうの。小学校の僕は新聞をごし毎日読んでるケウナ二十代としてましていただくと,<の>と意味があると思って読んでないんですよ、うん、ただ やっぱりそのまあ読み比べというのもあるかもしれませんけれども、うん、まあヤフーニュースの、ね、こうトップランをざっと見ますよね、うんはい、あれをこうまあもう何段階かちょっとこう情報の流度を高くしたものが見られるかなぐらいの気持ちでやっぱり読んでるわけですそうするとまあ斜め読みすると何となく起きていることは不瞰でわかるわけじゃないですか、うん、そこから自分の監視コード切り取ると、うん、ただこれを NI でやろうとしたらですね要は費用を抑えるためには先生が一つの記事を切り取ってこう比較させりゃいいわけじゃないですか。うん でも自分で関心があるものを見つけてそ,、ね、そしてそれが正しいかってやっぱ最初から最後まで僕は全部やらないと NI やる意味ないと思うんですね。でこれやろうとすると個人のそれぞれの生徒の経済負担とあとやっぱり請教新聞とか持ってくる子もいるんですよそれは。でそうなった時にじゃあその子が宗教的なね配慮をどこまでやれるのかみたいなものが生じてくるんでだから新聞の NI 教育っていうのを。 本当に普及させるのてほどの不可能メディア空間の中だけの話にで言えば例えば新聞が何かを書くでそれに対してじゃあウェブのメディアがねこう例えば反論を書く、はい、でその反論を書いたその論争になっていることに対して例えば誰か専門家大学の先生とかね弁護士とかそういう人が、SN、s n s ツイッターとかで言及して何か、うん、言うってそういうその新聞のみならず新聞もありテレビのニュース番組もあり安倍、はい、プラもあり。 SNS もあってブログもあって、うん、たくさんのこう情報がガーッとこう議論が巻き起こ、はい、ってるでしょ、ねはい、単純にその一つのメディアだけ見せるとどうしても偏ってしまうのでだから逆に言うと今のようなメディア状況ではそのメディアの全体像をいかに、ね、伝えてそのどうやって情報を入手すればいいのかっていう、ね、情報リテラシーを得るための,その力を蓄える方法として教えるのはいいんじゃないかな。うんうん、逆に言うと、ね、新聞だけ読んでるって教えたら、うん もう偏って、どうしようもない子供なっちゃう、それはやめたほうがいいと思いますよ。そんな感じ。<laughs> 一応、あの新聞を擁護する,するようですけど、うん、あの最近、あの、まあ、いろ、いろんなメディアで記事を書いてるんですけど。はい、基本的にウェブメディアで、あんま赤書いてくることがなくって、その一方で、あの、やっぱ新聞の編集者。ある程度、やっぱ優秀だから、あの論理構造。とか、あのな、なんだろう、日本語の。あの、すごく、あのめ、め、ちゃくちゃ大量の赤が書いて、書いてきて、まあ、それなりに、その正しい日本語とか、論理構造が通った日本語。 っていうのを、うん、あの取れないあのインプットするツールにはなるんだろうなっていう利点は、うん、あの直近で、うん、思,想思想というよりもその、うん、正しい文章というものを,、うん、を小学校の頃に<解>あの得られるっていう経験があるんじゃないかっいう,う、ね、個人的にはやっぱりそのデジタルに関しての話をそのアナログの前提の僕らが聞きてもやっぱり意味がないですよね。でもうここから先我々が追っていくしかないので。うん 現場としては、もうそのまあ、デジタル化の波っては絶対避けられないし、このまま使えないまま、社会に出してしまう方がよっぽど無責任だと思うんですよね。ねうん、当たり前のように使えるようになった状態で、じゃあ、次の世代はどうするかっていうのを考えるべきところかなと思いますアベマプライム進行の平石直之ですすごご視聴ありがとうございいままこれを機にチャンネル登録よろししくお願いします。